ディオン・ジェームズはアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の元プロ野球選手。1980年の MLB ドラフト一巡目でミルウォーキーブルワーズに指名され契約。1983年メジャー初昇格。その後、1987年にアトランタブレーブス。1989年シーズン途中にクリーブランド・インディアンス。1992年に ニューヨークヤンキースと渡り歩いた。1994年、中日ドラゴンズに入団。前年まで在籍したマットステアーズに代わる、スケットとして期待された。スプレーヒッティングが特徴で、アロンゾ・パウエルと、大宝・やス・アキと中軸を担い、主に3番・5番を任されたが、長打不足などもあり、シーズン中盤から代打に変えられることもあった。シーズン終盤の巨人とのデッドヒートでは、 勝負強さを発揮した。ただ、同年の10.8決戦では、打順が9番ピッチャー今中晋二のところで4回裏に、代打で途中出場するものの、巨人の斉藤正樹の前にボンダに倒れた。シーズン終了後、同エインヘンリーと共に解雇された。中日対談後の翌1九9五年はヤンキースでメジャー復帰を果たし、1九9六年まで、 プレイした、ありがとうございます。